れたな。少し休むか。よし、それじゃあ周防に出発しよう。アタルが心配、無事だといい。ねえ、カレン連隊長は反乱を起こしたんでしょ。ゲンマみたいにカレン連隊長についた海抜軍もいるんだよね。ううん、もしかしたらカレン連隊長もいるのかも。もし出会っちゃったら私たち勝てるのかな。カレン連隊長は強かった。セプテントリオンだし、ブレインイーター。カレン連隊長のブレインフィールドを食らった時、体が痙攣したみたいに震えたよ。ブレインフィールドの展開方法は訓練学校でも教わったけど、負荷が大きすぎて実戦使用なんかできないと思ってた。そんな危険なものまで使うってことは、カレン連隊長はそれだけ本気だってことだよな。それでも行かなくちゃ。そうだろ、ゲンマ。ああ、何が起きているのかこの目で確かめる。なんで街の中に怪異が。渡る、何がどうなってるの。渡るからの返事がないな。どうしたんだ。都市機能が麻痺した。ユイト、気をつけろ。スオー全体を制御している都市コンピューターのアラハバキがシャットダウンした。原因は不明だが、そのせいでスオーの防衛システムが完全に停止しちまってる。おかげで街に怪異が入り込んできやがった。そのせいで混乱が拡大してるみたいだ。渡る、待ってくれ。どういうことだ。渡ると連絡がついたのか。こっちでサイネットだけでも復旧できないかやってみる。ユイトたちは街の怪異をできるだけ排除してくれ。これはいつもの通信じゃなくて俺のテレパシーだ。機材がダウンしてるおかげで一方通行なんだよ。そっちの声は聞こえないから返事はいらないぞ。悪いけど各自頑張って生き残ってくれ。え、おい、渡る。え、ユイトにだけ渡るの通信が届いてるの。あ、いや、そうじゃない。サイネットも通信機材もダウンしてるらしくて、テレパシーで連絡をくれたんだ。なるほど、しばらくは渡るのサポートなしで動くしかないわけだな。ああ、アラハバキがシャットダウンして防衛システムもやられたって。それで町に入り込んだ怪異を討伐してほしいって言われた。あっちはシステムの復旧に集中するって。怪異を討伐って言ってもどこにどれだけ怪異がいるのかわからないよ。そうだな。つぐみが発見した怪異を片っ端から教えてくれ。それを叩いていこう。了解。広範囲は難しいかもしれないけどやってみる。よし、とにかく周囲の怪異から片付けよう。了解。スオーの街がシステムダウンなんて信じられないな。いつもビジョンであふれ返ってるのに。いつもは広告が多すぎたけど、全くないと落ち着かない。ユイト、吹雪連隊長が近くにいる。え、どこだ。虹の方向、こっちに来る。君たちの現在の所属は。瀬戸隊長が戦死したので現在は。瀬戸が戦死した。待ってくれ、
君たちはカレンの指揮下にあるのか、それともカレンに招集されなかったのか。吹雪連隊長、自分が状況を説明します。なるほど。ではここにいる玄馬以外の隊員をカレンは招集しなかったんだな。あの、何が起きているんですか。町の防衛システムも止まっているみたいだし。詳しい説明は後にさせてくれ。僕もまだ事態を把握しきっていない。はっきりと分かっているのは、カレンが一部の海抜軍を先導してセイランの駐留軍と結託したこと、そしてセイラン駐留軍と共にスオーを襲撃したことだ。じゃあ町がこんな状態になったのはカレン連隊長が。ゲンマは知っていた。町に怪異を引き入れるとは思わなかったが、知っていた。でも今ユイトたちと行動を共にしているなら、セイランにはつかないと解釈していいのかな。その通りです。分かった。今は一人でも海抜軍の味方が欲しい。君たちは僕の機関に入ってくれ。現在手分けして住民を避難させているところなんだが、どうにも人手が足りなくてね。もちろん手伝います。カレン連隊長が何を考えているのか分かりませんが、住民まで巻き込むなんて。助かるよ。では君たちの隊の臨時隊長にはユイトを任命する。俺ですか。ああ、協議会議長と一部の議員が逃げ遅れ、地上を歩いてシェルターに向かっているらしい。救出に向かった海抜軍や国防軍の連絡は途絶えたままだ。君たちに様子を見てきてもらいたい。君なら議長や議員も安心するだろう。父が。わかりました。何が起きているのかわからないが、危険なことは間違いない。くれぐれも気をつけて。海抜軍を見かけても味方とは限らないからね。セイラン駐留軍が侵入したという報告はないが、こちらも全ては把握していない。荒はばきのある中央管制室とも連絡が取れないから、無理はしないように頼んだよ。了解しました。僕は中央管制室に行く。とにかく町の防衛システムか戦闘管制システムを復旧させないと話にならないからね。よし、海抜軍本部の方へ行ってみよう。あの辺りに議員用のシェルターがあるはずだ。ゲンマもそれでいいよな。ああ、少なくともスオーの町を守るという意思はお前たちと同じだ。この状況が落ち着くまでは決して裏切らないと約束する。うん、信じるよ、ゲンマのこと。スオーの町を襲うなんて、カレン連隊長はどういうつもりなんだ。何か理由があるんだとしても、こんなやり方は間違ってる。まだ進化の余地がある。アッコ撃破だ。よし、強くなれ。やった。
大丈夫ですか？君はスメラギ議長の？はい、ユイとスメラギです。街の中は怪があふれて危険です。すぐにシェルターへ避難してください。いや、それより海抜軍本部へ急いでくれ。議長が海抜軍らしき奴に襲われているんだ。え、父がですか？私は大丈夫だ。早く議長を。わかりました。
チ様が心配だよ。ああ父さんが海抜群に襲われてる、どういうことだよ。急がないと。ユイト、あなたには死んでもらう。はあ、何を言ってるのよカサネ。それがあなたとの約束、覚悟。逃がさないわ。俺を殺すことが俺との約束。諦めて。何言ってんだよカサネ。わからなくていいわ。死になさい。やめてカサネ。二人に近づくな花火。カサネの攻撃は本気だ。ウヨウに近づけば止めるどころか命がないぞ。手段は選ばない。クソ、カサネはどういうつもりなんだ。このままじゃ父さんが。カサネ、後で話でも何でも聞け。今は父さんが心配なんだ。やめてくれ。話すことは何もないわ。逃がさないわ。諦めて。逃がさないわ。一体何を考えてるんだよカサネ。どうする、どうすればいい。父さん、一時でもいい、何かカサネを止める方法。そうだ、ブレインフィールド。俺にもできるはずだ。カレン連隊長ほどは無理でも、あの力を使えば。いや、でもどれだけの負荷が。違う、そんなことは後で考えればいい。グズグズ迷ってる場合じゃないんだ。カサネ、悪いけど今の俺にはこれしか思いつかない。行くぞ。俺の力を見ろ。無駄よ。
なのか。まだよ、まだやれる。待ってくれ、どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは重ねが父さんを刺したのか。なんだ。盲目なるニューヒムカの民よ、そして全てから目を背けた愚か者どもよ、私はカレン・トラバーズ。ニューヒムカの管理政治を否定し目覚めた者だ。私と同志たちも志を同じくする青鸞氏と共に歩む決意をした。哀れなニューヒムカの民よ、真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報を、人々を管理している。そこに人の意思も自由もない。全ての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し狂わせ、自らの手駒とし従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサネたちが。待て、待ってくれ。ユイ父さん。つぐみ、カサネたちを追うぞ。わかった。父さん。ユイト、すまない。何がだよ。お前に言わなければならないことがたくさん。気をつけろ。この国は我々はお前を父さん、おじさま。父さん、嘘だろ。なあ、父さん！
これからはセーランを我が故郷とし、ニューヒムカの体制を打破するのだ。これから始まるのは隠蔽されていた支配からの脱却、革命戦争である。目覚めし者、目覚めようとする者よ、私のもとへ、セーランのもとへ集え。共にニューヒムカの体制を打ち滅ぼそうではないか。カレン連隊長の演説の動画、今のが最後みたい。政府が遮断し始めてて、動画にアクセスできなくなってる。このこと自体、カレン連隊長の演説が本当のことを言ってるって証明だよね。みんな何かしらの制限は受けてるって分かってたけど、結構ガチで情報制御されてたんだね。ユイト、少し休んだら？その、今は辛いでしょ？ごめん、心配かけて。そんなことない、謝らないで。だって目の前であんなこと、誰だって辛いよ。カサネが父さんを殺した？どうして？いや、本当にそうなのか？それにニューヒムカが統制社会を進めていたなら、その中心にいたのは父さんや兄さんだ。本当にそんなことをしてたのか？だとしたら、なんでそんなことを、俺だけが何も知らされてなかったのか？くそ、もう何もわからないよ。二人とも無事だったか？ゲンマ、つぐみ、ごめんなさい。カサネたちを見失った、悔しい。カレン連隊長と接触したところは目撃したが、その後でカレン派閥の海抜軍に襲われてな。その隙にカレン連隊長もカサネたちも消えていた。つぐみの目でも追えなかったということは、転送能力者が移動させたんだろう。ワタルとも話してきた。ワタルは無事だったけど、ワタルの妹が。え、何かあったのか？姿を消したって。多分カレン派としてセイランに行ったんだと思う。どうも海抜軍の半数近くはカレン連隊長と共にセイランへ向かったらしい。セイランが独立を宣言するんじゃないかという噂だ。それじゃあカサネたちもセイランに行ったってこと？ああ、そうだろうな。ゲンマはいいの？そうだな、こんな形にならなければ俺もセイランへ行っていただろう。だが今の俺にはカレン連隊長、いや、カレンのやろうとしていることが正しいのかわからなくなった。どういうことだ？だってニューヒムカは確かに国民を監視して。確かにニューヒムカ政府は国民を管理統制して政府の人形のように扱おうとしていたのだろう。だとしても国民を危険にさらすことが正しいとは思えん。カレンは今回の騒動の前にスウォーの住民をシェルターへ避難させたそうだ。しかしそれでも町の中に怪異を引き入れるようなことをしたのはカレンだ。何より瀬戸のことがある。カレンから教えられた瀬戸に関する情報が正しかったのなら、瀬戸は凪を命がけで止めたりはしなかったはずだ。味方を増やすために瀬戸の尊厳を踏みにじったのなら、俺はカレンを許すことはできない。瀬戸を信じなかった自分の愚かさもな。そうだ、瀬戸隊長。それに凪の行方もわからない。ユイト、顔色悪い。
ほら、つぐみも心配してるよ。ユイト、お願いだから休んで。あんなことがあった後だ。無理はしない方がいい。うん。みんな、ありがとう。